めっちゃ怒ってます。うーん、もう自分の帽子が燃えてる。ご飯 vs セルみたいな。もうわけわかんないサイドになってる。内田さんが来てます。はい、どうも。サイバーパンク漫画ライブペインター、はい、いつも内田さんが描いているバトルシーンとか考えて、なんか一番描きたいのがその反撃で、なんか怒ってリベンジ、リベンジシーンを描きたいんです。どんなキャラクターがいいですかね。どんなキャラクター？怒ってる顔を描きたい。あ、サイバーパンク、あの頭からチューブが出てて、なんか怒ってる顔、うーん、どのキャラクターにしようか。私でも女の子かな、女性な気がしますね。あ、お姉ちゃんじゃないけど、あ、女の方が女の方怖い。セーラームーンのクイーンなんちゃら、クイーンベリル、そうそうそう、その人、それしか思いつかない。クイーンベリル様、それがイメージ。まあでも敵役で結構で女王みたいなね、いますからね、プリキュアみたいな。この前書いたベルトのキャラクター、ベルトのキャラクター使いましょうか。あ、いいですよ。消しゴムがない。ジャケットからベルトが出てる。お、ちょっとこの前のデザインを改造します。まあ、その動画見なかったら、あの一番大事だったのはベルトを買ってください。買ってください。困ったらベルト、困ったらベルト、それ大事。大事なのが表情、怒ってる顔。まあまずいろんなシワ入れましょう。いや、口が描けない。練習、どんな口にしよう。こんな方がいいかな。こうしよう。というわけで、顎をもう少し下に下げましょう。でかい口。でかい。あれくらい怒ってる。内田さんが怒ること ありますか？ないです。あ、そうなんだ。あんまり怒らない。怒らないの？怒らないですね。自分の絵が、あの、綺麗にならなかったら、なんか怒らない？なんで綺麗じゃない？そう、怒らない。なんか、うわーって悔しいとはなりますけど、怒らないです。書き直すかってなりますけど、普通に。もう一回書こうって、ね。私、怒る。怒るんだ。なんで上手くないんだよ。多分だいぶ怒ってますね。まあ、怒ってるか、単純に苦しんでるのか。でも怒ってるように見えます。いや、鉄夫みたいなのか。まつげ、まつげはマジック。まつげはマジック。まつげで女の子表現ですか？そう。わかります。よくわからないけど、できるだけシワ入れたらそれっぽくなるのかな。まあ、それはありますね。男性っぽくなっちゃいました。今多分男性ですよ、これね。こういうイメージだった。伸びてるベルトの、うん、手前に来てるのか。そうそうそう。なるほどなるほど。メデューサ分かる？分かります。メデューサみたいに顔が、髪がうねあちこち。うーん、本当にイメージはクイーンベル。クイーンベル。これからのチャレンジは、この男性を女の人にする。そう。でもちょうど間くらいでもいいかも。あ、中性的。中性的。はいはい。楽しくなっちゃいました。楽しくなっちゃいました。いいことですよ。なんか女の子になってきましたね。かな。目がやっぱり。強調強調。うん、かわいい。まあ単純に怒ってるわけじゃなくて、一回やられて、うん、今回は本気出しますよ、うん、的な。私の実力は5万5千ね。ごちさま。戦闘力。まあ怒ってる顔っていうか、怒ってるキャラ、今怒ってるわけじゃなくて、ずっと怒ってるキャラ。ずっと怒ってる。だってこんな顔だったら他の表現できるのかな。うん。確かにずっと怒ってる顔。内田さんの漫画の中でどれくらい怒ってるキャラクター書いてますか？でもバトルとかだとすごい終盤にめっちゃブチ切れて変身するとか書いたりするので、あ、結構溜めて最後に切れるっていうのが多いですね。うん、であんま書かない。書いても本当数コマみたいな。うん、ギャグっぽく怒るのはとかあるんですけどね。あ、そう。ギャグみたいな感じ。ギャグっぽく怒る。ツッコミみたいな感じで、あーわーっていうのは あるかもしれない。もう髪が分かんない。髪の毛すごい。ちょっとおかしかった。髪の毛で攻撃できそうになってる。はい、完成です。怒ってる。チーク入れる。気持ちいい。恥ずかしがってるみたい。かわいい。かなり
かなり怒ってるんですけど、かなり怒ってますね。これより怒ってる顔、これより怒ってる顔、サイバーパンク、サイバーパンク、ベルトも扱ってもいいです。ベルトも扱ってもじゃあこの前の動画で内田さんが作ったパイレッツオブザサイバーパンク、この子を怒らせたいと思います。怒らせたいと思います。怒るかな、怒るんでしょうかね。でかく、めっちゃ怒ってるの、アップの方がめっちゃ怒ってる。むずいかな。むずいっすよね、怒ってるから。あ、そう。あんまり書かないからな。おお、面白い。右目の方が怒っちゃって。やばい、めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。面白いコツ。右目だけ大きくする。そう、ちょっと表情的に。やっぱり上のまぶたと瞳孔の間に空白あるとかなりなんか強い表情になるよね。やってくれたわねーってな。そうそう。そういうイメージ。この女の子じゃないけどなんか別に。勢いが大事なの。多分こういうの。この表情だとその吹き出しによってだいぶ意味が何でもつけられる。怒ってる顔でもようやくトレジャーが見つけた顔とか、欲しいものが見つけたとか、それは欲しいものなのかターゲットが分かったとか。あ、確かに。帽子がボロボロ。おお、そんなに怒っちゃってベルトが外した。ベルトがちょっとパン。外れちゃった。かっこいい。影入れ方面白い。そう、結構こういう風に入れる気がします、ね。めっちゃ怒ってます。もう自分の帽子が燃えてる。もう帽子ももうメラメラメラで、メラメラですよ。瓦礫とか飛ばしちゃいますよ。怖い。女の子かどうかちょっとわかんないんですけど。オーラがね、おお、出ててる。帽子かわいそう。帽子ちょっとボロボロになっちゃいますけど。怒りで。でもよくありますよね。なんか女の人が怒りすぎて自分の服が燃えるくらい、うん、怒ってる。めちゃめちゃ。
はい終わりです。はい、かっこよすぎるもうチャンネル名前は変えました。もううちらドローイング、ドキドキうちらドキドキうちらチャンネルになりました。もう私はもう出ない。はい、はい、怒ってる女性サイバーパンクキャラクターを描きましょう、はい、となって、私はこれを描きました。違う違うよ、違うこれじゃなかった、これじゃなかった、ね、あのラフでこんなものを描きました。怒ってますね。大体そのままペン入れにして、うん、そうですね、大体口をちょっと小さくしてみたんだけど、やっぱそのままで良かったかもしれない。こっちの方がやっぱ勢いがあっていいですね。よくあること、そのペン入れしたらその勢いが収まっちゃうっていう、うん、あるある。私がポイントだと思ったところが、ここのシワと瞳孔を小さく描くと口を大きく描くことだと大体考えてました。なるほど。で、内田さんが別の動画のキャラデザインをベースにして、はいはいはい、これを描きました。ブチギレめっちゃ怒ってる。怒ってますね。まあ、最初から目の構図は面白かった。うん、この目は、まあ、冷静しようとしてるかもしれないけど、やっぱ、うん、冷静できない。めっちゃやっぱ怒ってる。こういう風に一つの目は落ち着いてて、一つが怒ってるように見えると、うん、なんかもうすでになんかアニメーションが入ってるような動きはある。一枚、うん、で、このイラストの元あのベースだったのでこの謎のベルトを顔に普通についてるんだけど、はい、怒るとこうパン爆発そう、取れてめっちゃ怒る。素晴らしい。髪型もちゃんと怒りそうです、怒りなのでちょっともうオーラがオーラでもこういうふうに、そう、雰囲気から怒りのオーラでめちゃめちゃ怒ってますね。ご飯 vs セルみたいなもうスーパーサイジン、もうわけわかんないサイジンになってる。今スーパーサイジンになるところです。そうね、なるところ。スーパーサイヤ人サイバーパンク、スーパーサイヤーパンクすごい気に入ってるところが、別に怒ってないセリフでもいいかもしれない。怒ってるような言葉とかだったら怒ってる顔に見えるんだけど、もしかしたらセリフ吹き出し入れて単純に作戦が分かった、単純に作戦が分かった、よし、あーなんか思いついたみたいな、うん、そのなんかルルーシュが別に怒ってないけど、その作戦が分かった時に、よし、戦闘入ろう。確かにそうね、ニヤってしてるので、こんなに怒ってるから帽子がもうビリ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 ってやつオーラで破けてきてます。すごい、ね、で、この真ん中の影、いやーそう、目のと黒くすると結構ダークな怒る感じが出る。それいいですね。漫画とかアニメとか真剣すぎて影の入れ方考えずに、その雰囲気を大事にして、その怒ってる雰囲気が大事だから、そう、雰囲気が必要なところで影入れる。そうエフェクトというかね、雰囲気が大事です。うちらっぽさが入る、こういう散らかってる小さいもの、あ、なんか飛んでるなんか、ね、なんか空気感みたいな、なんかいろんなところにそう、なんかね、書いてみたい、よくします。本当にサイヤ人になったね。サイヤ人になりました。地面からあ、こうもう小さい石が石がセールセールうちら商品をいろんなところで来たら怒ってる雰囲気を持って歩く。どういうことどんな場所でも着れるこれ新しいショートパーカーと変態豚野郎って、これめっちゃこの子怒ってるんで、あんまり香りは出てないんですけど、やっぱ内田さんはこういうのが得意だった。この子アングリーです。静かで怒る方がもっと怖い。そう怖い、内なる怒り見直した。なんでですか怒らないで怒らないで本当に悪いこと
エツイショップのリンクは全部概要欄に貼ってありますので、はい、あります。ぜひ全国どこでも発送できますので大丈夫で全世界発送します。うん、あとは内田さんの Twitter と Instagram とかホームページ、はい、Twitter と Instagram いぶきち4シーンで両方やってるのでよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。お願いしま す, お願いします。あとはドキドキチャンネル登録お願いします。はい、内田さんがいる動画いっぱいあるのでぜひそれも見てください。じゃあバイバイ。バイバイ。これからもうドキドキ上演は内田上演になるから私はもう、ね、動画に出ない。やったー。 もうやめた。やめないで、やめないで、やめた、やめないで。